今から精神中学校学力診断テスト歴史の解説を始めたいと思います。精神中学校で社会を担当している森です。よろしくお願いします。まあ、皆さん学力診断テストお疲れ様でした。社会はどうでしたか？難しかったですかね。学校で勉強していることももしくは勉強していないことも出たかと思いますので、今からする解説をよく聞いて今後の勉強の参考にしてください。では問題の方を準備してください。社会は大問1番になります。では早速始めたいと思います。まずは問いの1番ですね。会話文を読んで、問題に答えるというものになっていますが、問いの1番は縄文時代の人々が移動生活をしなくなったのはなぜかという問題でした。ここに会話文があって、会話文のこの空欄の A に何が当てはまるかという問題でしたね。で、この問題小学校ではどうですかね、習ってないという人もいたかなと思うんですけれども、考えてみましょう。どういうふうに考えたらいいかと言いますと、こうやってまず考えてみてください。暖かくなったら移動しなくても良くなったということは、そもそもなんで寒い時は移動していたの？これを考えてみると、もうズバリ答えはですね、食料の問題です。やっぱり生きていくためには食料が必要になります。縄文時代よりも昔、寒い時期には何を食料にしていたのかというと、代表的なのが今出てますね、マンモスです。寒いからこうやって体中に毛を生やして体が大きな動物ですね。こういったマンモスを食料にしておりました。じゃあちょっと想像してみてください。このマンモス、同じ場所でずっと狩りをしていたらどうなると思います？多分こうやって、ね、いなくなると思うんですよ。で、同じ場所でマンモスを狩り続けてマンモスがいなくなってしまう、つまり食料がなくなってしまいました。さあ、食料がなくなってしまうと人間は生きていることができません。ということは、次の食料を求めて移動しますよね。ではまとめたいと思います。なんで寒い時期には、移動していたのかというと、同じ場所で狩りを続けていると動物がいなくなって次の食料を求めて移動していたということになります。じゃあ問題に戻って、気候が暖かくなりました、縄文時代になったらなんで移動しなくても良くなったのかというと、もう一回この食料の点で考えてみてください。縄文時代になると、例えばここに挙がっているようなイノシシ、少し体が小さくなりましたね。こういった動物を狩りして食料にしていたり、それから暖かくなったことでこういったどんぐりであったり、あとは山ぶどうなど、山で採れる植物が育つようになりました。そうすると身の回りに食料があふれるようになったということで、わざわざ移動しなくてもいいですね。そのため模範解答がこうなります。気候が温暖になったことで食料を安定して確保できるようになり、わざわざ移動しなくても良くなった。どうでしょうか？なかなか難しい問題だったかなと思いますが、こうやって考えていくことで少しヒントがつかめるかもしれません。わからないなと思っても諦めずに考えるようにしてみてください。はい、ではどんどん続けていきたいと思います。次は問いの2番ですね。問いの2番は単純な知識の問題です。B に当てはまるのは何ですか？奈良時代ですね、710年に遷都した都の名前を答える問題でした。もう答えはこの真ん中にある平城京という都なんですけれども、せっかくなので他の大事な都もいくつか押さえておきたいと思います。まず一番上、藤原京、今回の学力診断テストでも藤原京と答えてくれた人が多くいました。藤原京は飛鳥時代の都になります。飛鳥時代で日本で一番最初の本格的な都が藤原京ですね。そして今回の答えがこの奈良時代平城京になります。あんまりこう年代を覚えなさいっていうことは私はしないんですけれども、これは結構有名な覚え方なので知っていても損はないのかなと思います。平城京が710年ということで、まあ、よくなんと立派な平城京とか、なんと見事な平城京とか、そういう覚え方をしますね。
もう一つ年代を覚えていくといいなというのが平安時代の都、平安京になります。こっちは794年なので泣くようぐいず平安京という覚え方が有名ですね。はい、ということで今回710年なので平城京が答えになります。続いて問いの3番です。問いの3番は年代の並べ替えでした。3人の天皇の活躍した順番に並べ替えなさいという問題だったんですけれども、この天皇の名前ですね、実際には阿に入るのが聖武天皇、伊が高徳天皇、ウが推古天皇という人物の説明になっています。ただ多分聖武天皇は小学校でも習うかなと思いますが、高徳天皇なんかは習ってないと思います。なので天皇の名前はここは分かっていなくても十分解くことができます。このキーワードですね、あだったら国分寺とか大仏っていうのがキーワードになります。大仏って言ったら、あ、これ奈良の大仏、もしかしたら見に行ったことがあるっていう人もいるかもしれませんね。奈良時代、奈良の大仏、キーワードになります。それから意のキーワードは大化の改新、645年に、大化の改新があったというのは小学校でも習う知識かなと思います。この645年っていうのがだいたい飛鳥時代の、前半と後半の真ん中ぐらいかなという時代です。そして聖徳太子や蘇我氏とともにというのがキーワードです。この2人の人物は飛鳥時代でも結構最初の方に出てくる人物ですね。はい、ということで、天皇の名前がわからなくてもキーワードを見つければこの問題を解くことができました。答えはう、い、あの順番になります。はい、では次の問題、問いの4番になります。問いの4番は先ほど出てきた平城京がモデルとしている都はどこでしょうかという問題でした。で、それを地図を使って答えなさいということなので、地図を見て、どこの国なのかというのも分かってもらいたいと思うんですが、まず今回の問題解くときに思い出してほしいのがここ、今映ってますね、遣唐使というものを皆さん覚えていますか。遣唐使というのが、この時代日本はまだまだ技術が未発達だったので、外国に出て行って外国の文化、外国の学問なんかを学んでいました。そこで派遣された使節が遣唐使と呼ばれる人たちです。じゃあどこに行ったかというと、ここ名前にありますね、遣唐使なので唐という国に派遣されたのが遣唐使です。じゃあ唐ってどこかというと、答えはもうこれですね、ズバリ中国になります。中国は時代によって国の名前が様々ですので少し大変かもしれませんが、頑張って覚えるようにしてください。はい、そして次ですね、問いの5番に行きます。また平城京の問題ですが、平城京は特徴的な形をしています。さあどんな形でしょうかという問題でした。先ほど問いの4番で中国、唐の都がモデルとなっていたということは勉強しました。さあ唐の都ってどんな形なのかというと、それが実はこんな形しております。唐の都、よく囲碁の碁盤の形と例えられるんですが、道路がこう縦と横直角に交わっているというのがポイントですね。これを踏まえて実際の平城京の形を見てみてください。平城京はこのような形をしております。似てるでしょう、ね。こっちが唐、こっちが平城京になります。ということで答えはあになりました。ちなみにですね、うの形、星型の形なんですけれども、これ実際にあるんですよ。知ってます？こんな形をした建物、これはですね、北海道です。函館にある五稜郭というのがこのような形をしています。この五稜郭というのも歴史の中ではとても大事な遺跡になりますので、ぜひ知らなかったという人は調べてみてください。さあでは次、問いの6番に行きたいと思います。今度は平安時代の貴族がどんな家に住んでいたか、どんな建物に住んでいたかという問題でした。
この問題はですね、結構正答率が低かった問題です。で、このような建物に平安時代の貴族は住んでいたんですが、皆さんが持っている教科書にも、当時の様子を復元したイラストなんかが載っているかと思いますので、ぜひ探してみてください。そしてこの問題、何が難しかったかというと、漢字です。漢字。見えますかね。神殿造りというふうに読むんですが、なかなかこれを漢字で書けたという人は少なかったように思います。まだ小学校で習っていないという漢字があるかもしれませんが、ぜひこうやって歴史の中で登場した語句については漢字もできるだけ覚えるように、しっかり書いてね、練習をしてみてください。はい、では最後問いの7番になります。今でもう一個ありましたね。こちらがですね、神殿造りともう一つよく歴史の授業で登場するものです。こっちは書院造りといって室町時代の、建物になります。銀閣っていう建物はご存知ですか。その中にこうやってね、今でも和室があったらこんな違い棚とか床の間とかがある部屋があるかと思うんですが、こういった書院という建物が中心に置かれているのが書院造りです。ぜひ神殿造りと書院造りは比べてみてください。はい、そして最後の問いの7番に行きたいと思います。まず問いの7番の ① これは写真の問題ですね。縄文時代の遺跡を発掘した時に発掘して出てくるはずがないものを選んでくださいというものでした。で、写真がこうやって3つありますが、まずこれが一体何なのかというのがわからないとこの問題解くのは難しいですね。ズバリこれ何なのかというと、一番左側にあるのが矢尻、矢の先端につけるものですね。石で作られています。真ん中のこの馬の人形、これ埴輪というもの。そしてこっち側、これ女性をかたどっていますね。これが土偶というものになります。さあ、矢尻、埴輪、土偶、縄文時代の遺跡から発掘されるはずがないものは一体どれかということなんですが、答えはですね、真ん中、埴輪です。じゃあ埴輪って一体何かっていうと、埴輪というのはですね、このように古墳の周りにこういろんな形の埴輪が並べられているのがわかりますかね。埴輪っていろんな形があるんですよ。今の写真にあった馬のような形だったり、あとは人物をかたどったようなものだったり、この中で一番多いのはなんかこう円筒の埴輪ですね。円筒埴輪っていうものがたくさん並んでいると思うんですが、これも埴輪になります。古墳時代というのが縄文時代よりももっと後の時代だというのが分かっていないとこの問題を解くことはできないので、しっかりね、時代の順番っていうのも押さえるようにしておいてください。そして最後の問題が問いの7番の ② ですね。これもまた遺跡の問題なんですが、この3人の人物が出てきてました。あが足利義満、伊が源頼朝、宇が徳川家康、彼らが活躍していた時代のものが出土しました。じゃあこれがどういうふうに出土するかという問題なんですが、まずこの3人の人物、時代が古いものから並べてみると、これはそこまで難しくないかな。一番古いのが源頼朝、鎌倉時代です。その次が足利義満、室町時代で、一番最近が江戸時代、徳川家康ですね。なので、いいあうって答えたらいいやっていうことで、問題の方にもいいあうって答えた人がいたんですが、実はこの問題もう一つ考えないといけないことがあります。それがこの地層の問題だということですね。この問題ですね、地層、つまり何がわからないといけないかというと、どういうふうにこの地層って作られるのかなっていうことが分かってないと、うっかりね、いい、あ、うって上から順番に並べてしまいます。つまりこれ何が言いたいかというと、下にあるものの方が古いよね。上に行けば行くほどこう積み重なっていくので、上に行く方が新しいんですよ。ということは、さっきのいい、あ、うは
下から順番にこう重なっていくんですね。なので、回答するときには B、C、D の順番で回答することになっていたので、う、あ、いが正しい答えになります。これ引っかかった人もいるんじゃないでしょうか。ぜひね、こうやって分かったと思ってももう一回合ってるかなっていう見直しをしっかりとするようにしてください。解説は以上になるんですが、最後に歴史のポイントになります。歴史のポイントは外観の方でも話があったと思うんですが、こうやってまず歴史の時代ごとにそれぞれどんな時代かというのがきちんと分かっていること、そしてこの時代の順番ですね、旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代っていう風に時代の順番が分かっていないといけません。ぜひその時代の特徴と順番、この2つは勉強するときに意識をしてみてください。はい、ということで、今回の学力診断テスト歴史の解説になりました。今日話したことが皆さんの勉強の役に少しでも立てばいいなと思います。ぜひまたケイシンで会えることを楽しみにしています。ありがとうございました。